昔々大人気のおとぎ話の世界で暮らしていたラプンツェル。あ、突然一匹のコウモリがラプンツェルの王国へ現れたよ。メイビス・ドラキュラだ。二人は意気投合してラプンツェルは新しい友達を家に招待したんだ。だけどツリーハウスが修理中。ああ、私はどこで暮らせばいいの？どうしよう。心配ないよプリンセス、私の家に泊まりなよ。ついてきて。待って、吸血鬼ハウスなんか作ってあったっけ？もうやっぱり考えが甘かったか。どうするの？しょうがない、今すぐお家を2つ作ろう。そうこなくっちゃ。すぐ紙を用意して最高のペーパーハウスを作ってあげようよ。うん。さあメイビス、荷物をまとめよう。よし、実は私だけじゃないんだ、家族を紹介するね。早く。よし、みんな揃ったよ。私の家族はどこかな。ララ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 。今行くよ。ああ、馬がないと辛いな。一緒に新しい家を見に行こう。ワクワク。こんにちは、スーです。今日は一番いい物件をお見せしますよ。来てください。一軒目のお家はこちら。これ、こういうのは好きじゃないな。却下。こっちのお化け屋敷はどう？やだ、不気味すぎる。やった、ついに夢のお家を見つけたね。ここにします。これはいい家だね。少し手を加えれば完璧。サマンサ、私たちならうまくやれるよね。必要なものは揃ってる？うん、心配しないで。みんな、私たちでみんなの好みに合った家にしてあげる。イエーイ、引っ越し祝いパーティーが楽しみだね。はじめに壁の色を決めよう。吸血鬼は不気味でミステリアスな感じが好きなんだ。おとぎ話のお姫様の家は明るくて活気に満ち溢れてるんだよ。さて、窓と窓枠を装飾しよう。玄関の扉も忘れちゃダメだよ。サマンサ見て、適切な道具を使えば作業が早く進むんだ。わあ、私も使ってみたい。借りてもいい？もちろんだよ。仕上げは手作業でやるね。ありがとうスー、これで作業がはかどるよ。完了。最後の仕上げ、コンコン。お客を迎える準備ができたね。さてと、しまった、屋内が空っぽだ。まずい、急がないとお客さんが遊びに来ちゃう。お手伝いに来たよ。どいてどいて。ぷぷーん、家具の配送サービスです。私全部自分で運んじゃったよ、もう。寝室のインテリアから始めよう。プリンセスの部屋は明るいキラキラの部屋なんだ。吸血鬼は夜と神秘的なインテリアが好きなんだ。ベッドはここ。ちょっと、注文したのと違うんだけど。配送業者のミスみたいだね。私のと交換する？これでよし。このベッドなら部屋の雰囲気にぴったり。いいね。寝室用の家具とベビーベッドを設置しよう。ねえサマンサ、部屋を交換しない？私の部屋素敵でしょ？やだよ。私のデザインの方がいいもんね。視聴者のみんなはどう？高評価で応援してね。さて、寝室は OK だね。次はバスルームへ移ろう。そしたら、お化けだ。助っ人かもしれないよ。見て、部屋はほぼ完成してる。私たちで仕上げをしていこう。わあ、コスメがたくさん揃ってるね。いやいや、私の部屋を見てよ。今は宮殿的なスタイルが流行ってるんだよ。台所の装飾に移っていこう。おやつが欲しい。私の新しい友達が遊びに来たんだね。ごめんねス。ねえ、手元にクモがいるけど。あっち行け。ペーパースーパーに行く必要があるね。ちょっと早送りしない？次は何かな？リビングだね。わあ、この部屋は舞踏会にぴったりだよ。私のリビングは最大規模のモンスターパーティーにも対応してるんだ。どっちの方がいい仕上がりになるかな？
あ、負けたかも。ここにあるのは何？ちょっと、覗き見禁止。後でね。完成。そっちは終わった？サマンサ。うん、終わったよ。大きなペーパーハウスが完成したね。新しい住人たちを迎えよう。プリンセスの家族はついに新しいお家にお引っ越し。コンコン、到着したよ。入ってもいいかな？うん、もちろんだよ。全部完成したから入っておいで。おお、ロイヤルファミリーはお引っ越しでお疲れの様子。就寝時間みたいだね。暖かいふわふわの毛布をかけて素敵な夢を見てね。おやすみ。静かに坊やん、泣かないで。素敵なユニコーン見れるかな。愛犬は家族と一緒に眠りたいんだね。毛布の上に移動して、早く早く、よく眠ってね。さて、こちらが眠りにつく間、吸血鬼の家に移動しよう。あ、到着したね。メイビスの家族が登場。いらっしゃい。寝室のツアーから始めよう。中へどうぞ。そんなところで立ち止まらないで。ん？寝室？吸血鬼なんだから睡眠は必要ないよ。しまった、そうだった。それなら歯磨きはどう？衛生管理は大事だよね。見て、プリンセスの家族はまだぐっすり眠ってるよ。私のモンスターファミリーはもう歯を磨いたよ。おう、もう朝なのかい？まだ疲れてるのに。まだ寝てたい。もう少しゴロゴロしてていい？ダメだよ。空は澄み切った快晴。起きないと。まずは歯を磨こう。それから髪を溶かしてね。まずはラプンツェル。それから赤ちゃん。最後にフリン。ラプンツェルには行くところがあるんだ。ついてきて。おはよう。おはよう。朝の日課を始めようか。もちろんだよ。メイビスにも美容のための日課があるんだ。髪を溶かして香水をつける。これは外せないよね。プリンセスはもう少しで準備万端。お気に入りの王冠を忘れないでね。ああ、危うく朝食を忘れるとこだった。何があるかな。ああ、空っぽだ。どうしよう。やあ、ハニー。デニスと僕でスーパーまで行ってきたよ。お腹を空かせていると思ってね。やった、私の栄養。やっとご飯の時間だね。レンジで食べ物を温めよう。吸血鬼ファミリーの朝食が完成。うん、美味しそう。プリンセスって最高だよね。すぐにご飯を用意してもらえるんだ。ご飯が到着。史上最高に美味しいケーキ。赤ちゃんプリンセスにはミルクがあるよ。召し上がれ。こんにちは。入ってもいい？うん、お客さんは大歓迎だよ。私もケーキを食べたいな。ということで、王宮で夕食を食べた後、ラプンツェルをモンスターパーティーに招待したよ。準備完了。地元の人を驚かしに行こう。あは、それなら早速行こう。バーン。うわー、ギャー、ラプンツェル君かい？写真撮影の時間だよ。しまった、私行かないと。またドッキリやろうね。うん、間に合ったみたいだね。ほいで、動かないでね。赤ちゃんもお忘れなく。準備はいい？はい、チーズ。ねえ、誰もいないよね。秘密を守るって約束する？それなら見て、私の小さな衣装部屋だよ。やっぱりつけてきて正解だったよ。わあ、ここはファッションアイテムの宝庫だね。メイビスには隠し事はできないね。好きなのを選んでいいよ。うん、これはもう着たし、こっちは昨シーズンのだね。ピンクやキュートじゃない服はないの？助けて、着るものは何もない。落ち着いて、パーソナルデザイナーが何とかしてくれるよ。スーとサマンサのペーパー仕立て屋へようこそ。それぞれに特別なドレスコレクションを作ってあげるよ。想像力を働かせよう。ラプンツェルには最先端の華やかな服、メイビスにはゴスパンクスタイル。一つに絞るなんてできないな。
しまった。間違えちゃった。これでよし。色付けしていこう。わあ、いい感じだね。気に入っちゃった。ありがとう。吸うのも素敵だね。次は交換しない？うん、新しいものに挑戦してみたかったんだ。いいね。そしたら試着のために新しい服を並べよう。どいて、ファッションタクシーの到着だよ。メイビスは新しいスタイルに挑戦することにしたよ。わあ、どれどれ、いい感じだね。みんなはどう思う？ちょっと押さないでよ。ごめん、選ぶのに苦戦してて。ピンクと赤どっちがいいかな。喧嘩はやめて。パーティーに行くんだから早く着替えて。やった。みんなは気に入った？それなら高評価してね。しまった、靴のこと忘れてた。急いでモールに行こう。ブラックとディープブラック、どっちがいいかな。これにしよう。お人形たちの準備ができたよ。みんなは気に入ったかな？まだ準備は終わってないよ。パーティー用のド派手なメイクをしないと。はじめにクレンジング。メイク前に肌を整えよう。眉毛から始めよう。わあ、見て。頬にチークをのせるよ。顔が一気に明るくなったね。綺麗だな。ハクション。お大事に。鮮やかなアイシャドウでメイクが締まるんだ。ささっと塗ったらいい感じ。仕上げの口紅、素敵だね。さまざまパーティーでこんな格好してみたい？もちろんイエス。待って、ヘアスタイルかヘアカラーを変えたいんだ。セミロングなんかどうかな？カールヘアかブロンドか、旦那さんはびっくりするだろうな。最後のアクセサリーはおしゃれなバッグ。ラプンツェルとメイビスの準備が整ったよ。たくさん洋服があることだし、ファッションショーしちゃう？うん、明暗だね。わあ、このジーンズはおしゃれだね。ぴったり。新しいヘアスタイルが決まってる。ティーン誌さながらのファッションでしょ。ベルトが目を引くね。ヘアスタイルも変えてみたんだ。かわいいサンダルだね。真似したい人？バッグから目が離せないな。最高の一日だね。またファッションショーやろうね。うん、またね。バイバイ。お話はここまでだけど、またすぐ戻ってくるよ。人形のペーパーワールドをもっと見たい人は高評価してね。そしたら新しいキャラクターたちに出会えるよ。じゃあね。